世代マスターでしかです。世界卓球パリオリンピック出場決定おめでとうございます。毎日おめでとうございます言ってます。澤田です。本当にでもパリオリンピックまずは出場おめでとうございます。男子も女子もいい戦いにしてくれてます。決勝トーナメント来てもまだ力の差があるってことは日本男女ともに非常に強いです。すごく充実して、そして若い選手たちが揃っている。これはすごくいい、日本卓球界にとってすごくいいことなんじゃないかなと。次にどんどんつながっていく、そういった大会になってるんじゃないかなと思います。その中でもやっぱ男子ね、張本選手大黒柱としてどっしりして戦ってくれてます。相手も強かったんですけど、やっぱり張本選手格の違いに見せつけたといいますか、いい卓球してますね。やっぱり守備にはもともと自信あって強かったんかなと思うんですけど、やっぱりもう下がらない、そして結構回り込んでフォアで一発決める、これ凄みが増してきてるんじゃないかなと澤田見ております。そして篠塚選手も安定感すごいです。サービスレシーブも体調もうまいですし、そしてラリー戦も強い。一つ気に入るのはやっぱり張本選手に比べて下がるのが早いかな、それはちょっと思うかな。篠塚選手それでも強いね、かっこいい、頑張ってください。そして3番手の松島選手、堂々としてる、これが松島です。エースですけど3番手でエース風の試合の仕方してますね。3番手で出てきて俺がエースだよみたいな顔で試合できるっていうのは、それでまだ15歳、めちゃくちゃすごいメンタリティ、これはもう将来次の世界大会、次のオリンピック楽しみになってくる選手です。ただ明日中国戦待ってます。世界で最強、一番まあ強い、本命の本命中の本命、中国、ここにどうやって勝つか。松島君調子いいんで、松島選手を2番にしても面白いかなと澤田思うんですけど、やっぱり3番でしっかり1点取ってもらって、張本選手篠塚選手のどちらかで2点取る、この戦略もありかなと思うんで、まあこれ変わらず来ると思います。このメンバーで戦うんじゃないかな。ただ戸上選手ベンチ入ってました、よかった、戸上選手よかった、復活。ただ試合ではなかなか出れる出れない出てくると思うんですけど、ひとまずインフルエンザ治ったということで無事よかったと思います。明日の中国戦もうチーム一丸となって歴史塗り替えていてほしいなと思います。中国ベスト8で負けることなんて何十年ぶりですよね、きっと何百年ぶりぐらい、百年はないか百年はないかもわかんないですけど、ベスト8で中国が負けることなんて本当にないんで、ぜひ歴史作ってほしいなと思います。そして女子はもう力の差まだまだありましたね。危なげない試合で早田選手、張本選手、平野選手3対0で皆さん勝利しましたんで、決勝トーナメント次3回戦ルーマニア戦待ってます。ルーマニアといえば、まあ、あの美人卓球選手の聖選手言ってますが、まあ、聖選手に
早田選手負けないと思いますし、明日も自分の力出してしっかりコンディション整えていけば勝てると思うんで頑張ってほしい。日本代表男女ともに明日8時から20時から試合待ってるんで、みんなで特に男子応援していきましょう。頑張って明日も勝つ。それでは。